とにかくその一つの教材を完璧にすることを心がけていました。っていうのも、例えば長文で英語を読んだ時に、まず1回目読んで問題を解いて答え合わせをする。で、間違っていたところをこう、確認するのももちろんなんですけど、それをこう文章全部を区切ってもう一回読み直して、その構造を把握するっていうところをそのやったりとか、あとはその教材についていた CD とかを聞いて、音声として聞いてみる。で、またそれを自分も一緒に読んでみるとか、そういうことを心がけて、一つの教材も問題を解いた後にまた同じミスを繰り返さない、あとはその文章を把握する、あとは音声で分かるようにするっていうのを心がけていました。その国の人とコミュニケーションを取る上で、そのやっぱり国の言葉、その人が話している言葉を通して、コミュニケーションを取ることで、その人についてももっと知れるし、その国の文化についてもより深く学べるし、やっぱり得られることが多いんじゃないかなというふうに思います。ミャンマーの人とお話をした時に、ビルマ語でなんか冷たいねみたいな、直訳すると冷たいねみたいな意味のことを言われたことがあって、なんだろうと思って、結構私はその当時不安になっていたんですけど、よくその言葉を学んでいくと、なんかこうミャンマーってすごい熱帯地域の暑い国なんですけど、ミャンマーその暑い国において冷たいっていう意味が悪い意味じゃなくて、なんかいい意味というか、なんかクールだねみたいな、そういういい意味を持っていて、でやっぱり日本語にとっての冷たいって悪い意味が多いので、そういうところではやっぱり文化の違いというか、その国の中の言葉のその持つ意味が全然違うんだなと思って、なんか勉強してるとやっぱり面白いなと思って、そういうことを知れるのって、やっぱりその勉強をしていないと、その国の言葉を知っていないと見えてこなかったところなのかなと思うので、はい、そういうところにあるのかなと思います。